以上をもちまして港町船上祭結びといたします。108頭のお祭りは3年ぶりでございます。この3年の間に様々なことがございました。不幸なこともございましたし、皆様方にとって幸せなこともあったかと思いますが、しかしながら世の中全体を見渡しますと、不幸なことの方が多かったように思います。しかしながらこの不幸なことに皆様方負けずにですね、幸せをお祈りください。この世の中が穏やかにありますようにと、そのように皆様方が思っていただければ、必ずそのような世の中になると思います。新型コロナウイルスも専門家の方のお話ですと、もう来年にはだいぶ落ち着くようなお話でございます。この3年間皆様方非常に大変な思いをされたかと思いますけれども、これからはですね、明るい世の中になりますようにと、お祈りいただければと思います。それでは、こちらのお船ですね、元に戻ることになります。で、普段はこちらで、このろうそくをですね、皆様方の両端に投げているわけですけれども、しかしながら、ちょっとこのご時世でございますので、皆様方の方にちょっとこうろうそくを投げるということが難しくなっております。もともとは安産の お守りでございますので、もしお腹に赤ちゃんのがいらっしゃる方はですね、あちらの船を降りるところで、お渡しいたしますので、お腹に赤ちゃんのいる方はそちらで、このろうそくをですね、お守りとして受けていただければと思います。皆様本日はお集まりいただきましてありがとうございました。そうだけどさ、川流れてたやつもらう。船からもらう。もらう人は一番短いのもらったの。一番前。裏替は一番後ろかな。あれ吹けねえから、ここの人じゃ。裏替え。これ今なってる。おじいちゃんが弾いてる。